はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。タビー様、ミナイス様、田中様、丸井様、ピオ様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして、誠に恐縮でございます。ありがたく頂戴して、政治活動資金と、河野太郎裁判費用にさせていただきたいと思います。品川駅前、岸田内閣退陣要求集会にゲスト参加してまいりました。聴衆の皆様、お疲れ様でございました。お声掛けくださった皆様、ありがとうございました。見に来てくれた、私のツイッターとかのつぶ見て、見に来てくれたなんて人も、結構いらしてですね、握手してまいりました。誠に、わざわざ、足を お運びいただきまして、誠にありがとうございました。外旋車の上に乗っかって、ちょっと5分ばかり演説したんですけれども、揺れておっかないです。車にですね、誰か乗るたび、あとは上に乗ってる人がなんか移動するたびに、グラッグラッって揺れておっかないんですよ。喋り終わった後、すぐ降りちゃった。おっかないから、情けないなということで。日米のリベラル離れを、ひろゆきさんが解説、西村だっけ西村博之さんだっけな、西川じゃないよな、忘れちゃった。女子の陸上競技会に自称女性の体男性が出場して優勝しちゃって奨学金もらって大学行くみたいなリベラルが行き過ぎた結果呆れられた。ああなるほど。女性専用車は平等じゃない、男性専用車両も作れば平等だが、それ言うリベラル見たことない。結局自分らの利権を増やそうとしているだけに見えると。なるほど、なるほど。まあ呆れら、一言で言うと、やりすぎて呆れられたっていう、ことだな。あとは真に平等を目指してんじゃねえんだ、あいつらは、いうことですかね。世論です。そんな車両あるのは日本ぐらいでは。これですね、イスラムの国だと、普通に男女で分けられてんだって。なんせほら、イスラムはさ、女性の髪が見えただけで、男が浴場して、襲うから危ねえからみたいな、そういう、とこじゃないですか。そういうとこじゃないですか。イスラムの男、どんだけ、性欲強いって思われてんだかわかんない。コーランが書かれた頃はそうだったんでしょうか。専用とした時点で、平等もへったくれもない。確かにあれは目に見えて分かりやすい男性差別。男性専用車両ができたら、ほぼ天国車両になるだけ。俺はむしろ男性車両に行きたいとか言ってる人いたから、まあそうなっちゃうかもしんないですね。男性車両の方が痴漢被害が多いって事態になっかもしんないよ。男性車両作ったら。まず保守の反対がリベラルではない。スポーツに関しては普通の女性まで敵に回しちゃったからな。日本のリベラルは自由主義ではなく、ただの反日。パヨが世界中で暴れた結果がトランプ誕生と。なるほど、なるほど。まあ世界中で呆れられてるって話です。リベラル離れが起きてる原因なんですけど、私なりに考えますけれども、まあ共産党の除名騒動などでですね、リベラル、イコール寛容じゃなくて、むしろ異論を許さない非寛容とバレた。ああ、異論許さねえんだもん。異論言うとさ、口汚く罵ったりすんだもん。殴ったり。SNS でパヨの嘘とバカがバレた。山本太郎の現金よこせ、現金よこせ、現金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 っていうのはひどかったですよね。なんだその強盗みてえなもの言う。あの映像はですね、SNS なかったら私も知らなかった。世の中に広まってなかったんじゃなかろうか。9条があれば戦争にならない。が、ウイグル、チベット、ウクライナで真っ赤な嘘であるとバレた。とにかく凶暴で、口汚く罵る姿が SNS でバレた。リベラルというか、パヨの目的はですね、パヨった発言や活動をすれば、パヨ業界で目立つ。パヨ業界で目立てば、団体作って公金集中できたり、学者だったら学術会議に入れてもらえたり、そもそも教授として採用してもらえたり、新聞記者だったら大学教授になれたり、芸人だったらサンモニに出れるなど、パヨトロフィーにありつける。パヨトロフィーっていうのは、パヨのご褒美っていう意味ですね。トロフィーもらえる。
パイオトロフィー、私が作った言葉ですけど、パヨった言動や活動というのはですね、スイスベルン大によればですね、嘘とデマで秩序、クラス、これはあの階層のことです。階層、上級、中級、下級、国民、伝統、文化、良識を破壊すること、その目的は社会の混乱。なぜ社会の混乱を切望するかというと、安定しきった平和な社会ではですね、革命しようぜってならないから。嘘と暴力にためらいがない性格異常者がトロフィー欲者にパヨ業界で目立つため、私利私欲でパヨってるため、何があっても決してやめない。ベルン大によりますと、なぜパヨ業界はご褒美トロフィーを用意し続けられるのか、金はどっから出てくんだ、っていうとですね、自分の富豪を不遇を他者と社会のせいにして破壊したい幼稚なものが生えてくるんで、いなくならずに金を出すから、そういう人が多いからですね。例なんですけど、まあ、テスト前にですね、学校爆発しねえかなって思ったり、カップル見てですね、リア充しねって思ったりっていうですね、そういうものはいなくならないから。最近はあのパヨが嘘つくとですね、コミの発動をしてしまうから、パヨもやりにくいことでしょう、さぞかし。コミュニティノート、あー、それは違いますよって指摘が入る。あからさまにですね、コミュニティノートを罵倒してたパヨもいましたしね。いうことで、あの世界的にリベラル離れというか、パヨ離れ、が、なんだということなんですけど、まあ、SNS の力は大きいでしょうね。何でもかんでも、あの、丸出し、むき出しにしてしまう SNS。パヨが、手段として用いる、嘘とデマと詭弁が、なかなか通用しなくなっちゃう。戦争反対だから、自衛隊反対とか、なんだそりゃ、むしろ逆だろ。自衛隊強くして、攻められないようにした方がいいんじゃないか。なんていうことも、指摘されて、多くの人が、そうだそうだ、言える世の中になっちゃった。昔は、大学教授とか、パヨの大御所が、そう言い放って、終わりだったものが、反撃されるようになってしまったのも大きいんじゃないかと思います。日経記事、在日外国人が政府の想定以上に増えている。現在は320万人で 3% 弱である。政府は 10% を超えるのは2067年頃、43年後ですか、43年後と想定していたが、10年程度早まる見通し。そうすると、2057年ぐらいに 10%。日経新聞、でも他の G7 国は全部 10% 超えてるし、うるせえって、他国のことなんか知らねえって、うるせえって日経は。日経は本社が経団連本部の隣にあって、経団連の傀儡、経団連の操り人形、経団連の古文です。だから外国人労働者は欲しい方なのね。世論です。世も末、これも、世も末っていうのの、なんつうのかな、茶化した読み方。自動車の運転マナーめちゃくちゃ。そのうち日本人が少数派になって乗っ取られる。自民党がガンガン入れまくってるから乗っ取りはあり得る。東南アジア系増えたよな。自民党の日本人絶滅大成功。優秀な人材は来ず、ただ不良だ外人が増えて終わる。マジで自民はとんでもないことやっちゃってるよ、これ。日本人並みにルールを守ってくるならいいけど、そうじゃない。入国には保証につけて連帯責任。犯罪者は問答無用で送還しろ。伝統的な祭りすら、強制の名のもとに消されていく。すでに2世が暴れ始めている。何のためにご先祖たちは戦ったんだ。何のために。これ、除夜の鐘とか、そういうのに文句つけるやつ、これなんじゃねえのかなってちょっと思ってんですけどね。後から来た、絶対寺より後から引っ越してきたくせに、そういう連中ね、自分がそこに来る前にからあった伝統や行事やお祭りに文句をつけてはならないって法律必要ですよね。おめえ好きでここに引っ越してきたんだっぺん、文句言えないじゃん、前から分かってたんだっぺん、ここで除夜の鐘作ってっていうことで、自分が引っ越す前の伝統や行事やお祭りは文句をつけてはいけない。文句つけたら懲役3年とかいう法律必要かな。岸田、経団連、徳良、
2057年のことなど俺は知らねえって、まあこれでしょうね。こいつらへの小山語、おいやめえも治安悪化と外国人との競争に苦しむのにね、あとはあの低賃金、外国人労働者が働きにどんどん来たら日本人の賃金上がんねえじゃん。ああ供給多くて、34年後岸田は生きてなさそうですけれども、100歳超えっから、100歳だからね。翔太郎生きてんだろ、岸田この野郎、それよく考えろって。翔太郎は苦しむぞ、増えすぎた外国人に、それ考えろってね。自民党と経団連、安く使える労働力が欲しい、パヨ政党、パヨメディア、戦闘員と票が欲しい。戦闘員っていうのは革命を起こすための戦闘員ですね。票は外国人参政権をなんとか実現させて自分らの票にしたい、言ってんですけど、なんでね、外国人、が自分らに投票してくれるって考えてっかは謎なんですよね。アメリカではですね、黒人でさえですね、トランプは仕事を与えてくれた、だからトランプに投票するって言ってんだからさ、なんで立憲とか共産は外国人に投票権当てたら必ず自分らに投票してくれるってなんで思えんの、バカなと呆れてしまうんですけども、まあ両者の利益が一致してですね、外国人労働者の輸入に歯止めかかんないですね。農業、漁業、林業、介護、運送業などの不人気業界ねで働いてくれればですね、家族同伴で無期限滞在させたるなんていう特定技能による在留資格なんていうのも始まってるしね。イスラムなんか一家族10人以上もザラなんだって。一人の労働者がですね10人家族連れてきて、そいつらも無期限にいていいってことになっちゃいますよ。就労中はいいですけどね、体壊して退職したり嫌になっちゃって辞めたりした時はどうすんだ。じゃっつってですね、腰抜け自民はすぐに家族とともに送還できんのかという話、期待している、仕事を辞めても不人気業界にで働いてほしいって期待しているのを辞めてもですね、日本で生まれた子供と保護者にですね特別に在留資格与えるのかで結局追い出せねえのか、自民党が激変あるいは倒れない限り外国人増え続けますね。私の持論なんですけど、5% で騒ぎ出す、10% で暴れ出す。外国人がバラバラなうちはいいんですけれども、同じ属性の連中は 5% 超えたら、権利を要求しだして、デモとかやり始めるよ、これ。同じ属性とは、例えばですね、イスラム教徒であるとか、中国人であるとか、中国人だけでですね、5% 超えたら、必ずね、権利要求し始めるよ。イスラム教徒だけで 5% 超えたら、必ずね、土葬墓地を起こせって、ガンガン言ってくるよ。欧州はみんなこれでひどいことになってんのに、34年後のことなど、俺は知らねえで通すつもりなんだろうかね、本当に。本当にね、ご先祖様は何のために戦ったんだ、いう話ですよね。バカ野郎、翔太郎はまだ生きてっかな、その頃。産経新聞、報じられない川口クルド問題。朝日や共同の報道ってさ、クルド人による犯罪はごくわずか、クルドイベントには好意的だよな。一覧作っちゃって特集記事書いておりました世論です。ジャーナリストへの殺害予告でクルド人逮捕されたことをどこも報道してないのは恐ろしい。つまりジャーナリストが殺されても自分たちの思想や方針に沿うなら黙殺。事件や不祥事などではトルコ国籍と報道。朝日と共同は日本人だけに我慢を強いるのをやめてくれ。自民党は移民推進だが野党は不法滞在もウェルカムだから論外。いつまで経っても昭和の隠蔽手法が通じると思ってるのが笑える。共同通信は昔から地方紙に毒をばらまいてきた。日本のマスゴミが死にかけてる最大の理由。まあダメで信用されてないから死にかけてんですよね。ジャーナリスト脅迫で逮捕、報道しない女子中学生を強制性交、トルコ国籍と報道、 NHK のみクルド人と報道、日本人死ね報道しない、自警団作って行き通り回り
大報道。クルド人が集団で見回りだと称して徘徊してるのは大報道。能登地震被災地に行ったクルド人、大報道。100万円寄付して感謝状、大報道。テロ組織 PKK の歌を歌う春のお祭り、特集組んで報道と。こんなメディアを信じられるかと。だがこういうメディアね、放置してきたのは結局は自民党なんだよね。ぶちのめしてね、態度を改めさせる権力持ってんのにね、それは下着パーティーと裏金と外国人を増やすことに使ってんだよね。現在の技術でですね、地上波50局が可能だそうであります。なのにテレビ局を増やさない、既得権益を守ってんのも自民党と。で、ダメテレビで、ダメ国民を作って、みんなバカになって、その方が俺らやりやすいわな。ちょびひげが言ってましたよ。国民がバカな方が、政府はやりやすいんだ。都合がいいんだ。言ってました。ちょびひげ。誰とは言いませんけど。それ言うとね、つべの、AI が、ピピンと反応して、審査が遅くなっちゃうんですよね。で、ちょびひげで、ごまかしてますけれども、まあそんな感じで、結局は自民党が悪いんだよなぁ、って思ってる昨今であります。チャンネル登録、よろしくお願いします。デトックスジャパン。